はい、どうもこんにちは。外館でーす。今回ですね、久々に、ゲームをやってみようと思います。今回やるゲームは、エルデンリングのダウンロードコンテンツ、シャドウオブゼ、エルド3です。やっとですね、ダウンロードコンテンツ発売前に、購入してたんですけど、ちょっとですね、やれなかったんですね。ようやく、時間ができましたので、これからですね、エルデンリングの、ダウンロードコンテンツをですね、やっていこうかなと思います。一応ですね、エルデンリングの本編はですね、クリアしてるんですよね。ステータスは、こんな感じで、レベル222で、で、生命力と技の、侍のですね、確か二刀流でクリアしたと、思います。侍の、二刀流でクリアしたのを覚えてるんですけど、武器がですね、この、長刀を使ったのか、それともですね、この内刀2本でクリアしたかはですね、ちょっとですね、もう今忘れちゃってるんですよね。あとですね、エルデンリングのダウンロードコンテンツなんですけど、ちょっとですね、録画しながら遊んでたんですけど、こちらのですね、このマイクが、ちょっとですね、音量が低くてよく聞き取れってなかったんですね。なので、最初から遊んでたんですけど、今ですね、蒼月の騎士、レナーナって、ボス戦の、前なんですね。ここから、エルデンリングの、ダウンロードコンテンツをですね、始めようかなと思います。さあ、それではですね、始めようと思います。浦島すぎちゃってですね、操作方法忘れちゃうんですよね。金の召喚サイン、針の騎士レダを召喚。はじめなので、編集しないでですね、そのまま、やろうと思います。
あー、やられた。ヒットアンダーウェイ。なんだ今の。あーしまった。あーやばい、味方がやられ、あー味方やられちゃった、あー味方やられ、あ、お招きしてた、あーぶんねー。あーやられた、あとちょっとだったのに。あーやられてます。あーなかなか止まってない。なんか隕石が落ちてくるのはこうジャンプすればいいっていうのはまあ分かったんですけどね。あーなかなか倒せないな。
倒した。やった手ごわかった。ここ行けばいいのかな？ここかな？ここを越えればいいのかな？影のアルタ。うわー、綺麗っすね。綺麗。なんか人がたくさんいる。あ、さっき助けて、さっき、参戦してくれた人だ。Hello again. やあ、君か。同志たちに出会ったのか。きっと驚いたろう。彼らは出自も何もバラバラで、本来ならお互いに殺し合っていてもおかしくないのだから。けれど今はみんな、ミケラ様に魅了されている。それゆえに我々は手を取り合える。ゆえに、まさに神の、宮沢だ。スノビと殿が気になるか。確かに本来殺し合うとすればまずカルトだろう。かつてマリカ様はメスメル教に命じ、党の一族を粛清した。火をかけ焼き払った。スノビト殿が黄金樹を許せるのも当たり前だ。だがいつだって人は人を虐げるものだ。党の一族も、何も変わらない。奴らもまた、無効なる、ただ敗者となったに過ぎぬ。やりきれんな。お前か、良い時期に現れるものだ。新しい十字を見出した。持っていけ。今回は、この辺で、終わりにしようと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。